というところで、今回のテーマは新紙幣の発行はキャッシュレス推進と逆行するのかというところでありますけれども、まあ、2024年7月3日にですね、新紙幣の発行の開始が発表されました。で、こちら1万円札、5000円札、1000円札ということで、デザイン刷新は20年ぶりだそうですね。はい。で、この1万円札は渋沢栄一。で、この渋沢栄一というのは第一国立銀行ですね。現在のみずほ銀行をはじめ、数多くの企業を設立した人物。で、この5000円札は津田梅子でありまして、女性の高等教育を進めた明治の教育家ですね。で、この千円札が北里柴三ということで、まあ、こちらは細菌学者で、破傷風など伝染病の予防に貢献した人物ということで、まあ、これからはこちらのお札が新紙幣として流通されますということになりました。なんかね、新紙幣が発行されると、キャッシュレスに逆行してるような感じはするよね。もうキャッシュレスなのに、なんで今更新紙幣発行するのっていう思うのが普通じゃないですか。ねえ、今更こう、今のままでいいんじゃないのと。ねえ、渋沢さんとか津田さんとか北里さん、まあそのね、偉人を出すっていうことは、それはそれなりにいいことなんだけれども、ねえ、今更出すっていうのは一体どういうことなんだろうなっていうふうに思いますよね。キャッシュレス推進派としてはね。ちなみにこうお三方はなんでこのお三方が選出といいますか、選ばれたんですかね、なんか背景っていうか。なるほどですね。これ、ですね、1万円と5000円と1000円で、実はそれぞれ役割が違うそうなんですよ。1万円というのは一番高額紙幣なんで、まあ、日本のために特に貢献した方ということで、まあ、日本資本主義の父っていうふうに渋沢栄一さん言われてますけれども、渋沢そう栄一ですさんね。の前は福沢諭吉さんでありましたと。で、こちらはまあ慶応大学の創設者であって、学問の勧めなどを出しているので、まあ、日本のこう発展に貢献した、まあ、そういう方を1万円には据えると。で、5000円札は女性なんですよね。前回がというか、旧紙幣が樋口一葉さんで、まあ、こちらの小説家で女性の地位貢献に向上された方なので、まあ、そういった意味では、その津田梅子さんと、まあ、ちょっとこう、役割というか、貢献したことが似ている、共通点が。で、千円札は、前回、野口英世さんで、こちらも細菌学者、まあ、黄熱病の研究をされた方っていうことで、まあ、医療つながりって感じなんですよね。まあ、なんで、そういう、なんかこう、なんでしょう、背景ですよね。なるほどですね。ということは、旧紙幣と新紙幣で、選ばれた人物、それぞれ共通点があって、まあ、そういった背景から、このお三方が選ばれたと、そういうことなんですね。そうですね。まあ、あとは、なんかこう、あれかもしれないですね。この紙幣に映える肖像画っていうのも大事みたいですね。福沢諭吉さんなんかはもうこう威厳がある感じだ。まあ、それもこう一つ決め手になったみたいに言いましなた。るほど。で、それからですね、旧紙幣と新紙幣の比較というところなんですが、これで右側が新紙幣ですね。で、新紙幣には肖像画を立体的に見せるこのホログラム技術が導入されています。で、これ紙幣では世界初だっていうところなんですね。で、こちらの部分を実は触ると、この触覚が違うので、視覚障害者の方に配慮されていて、触ることで、このお札が識別されやすくなっている。どこどこ、それってどこですか？こちらのここの部分ああ、ですそね。こですか。斜線のところですね。こちらこう手触りによって、ちょっと変わって。で、それからやっぱり一番大きいのが、この金額の表記の部分ですよね。1万円という漢数字よりも、この要数字の1万という数字の方が大きくしていると。まあ、これ表面も大きいですし、こう裏面なんか見ていただきますと、ドーンと1万って書いてありますからね。だいぶここが印象違いますよね。そうですよね。もうだいぶ1万っていうインパクトが大きくなっていますよね。これそう数で字すよもね。ユーロなんかだと数字大きいイメージですし、なんかドルだと確か四方に数字がそれぞれあるので、まあ、そういった点でなんかグローバルでもまあ使いやすいデザインっていうところで、まあ、この日本円も寄せてきたんかなというイメージを彷彿とさせますね。これ1万円って、このね、1っていうのも、これ本当に漢数字の1ではないんだよね。そうですね。ね、難しないの方ので、1です難からね。しい方の1だからね、
っぱり外国人とか見たらよくわかんないよね。日本人しか理解できない感じでありますよね。まあ、そうそう、うん。それが左側の方はこのアラビア数字よりも大きかったわけですよね。そうですね。はい。それを逆転させたと。うん、グローバルな展開とともにやっぱりインバウンドなんだろうかな。そうですね。やっぱりそこは外国人の方が使うってなった時に、この数字の方を目立ってた方がまあ分かりやすいといえば分かりやすいですからね、うん、まあ、あくまで現金決済をするっていう前提においては。そう、でも外国人って現金決済しないよね、うん、もうほとんどキャッシュレスだもんね。いやもうまさにそこでですね、まあ、そこがちょっと今回のツッコミどころの一つなわけなんですけど、まあ、今回大きくはその外国人の方とか視覚障害者の方にとっても分かりやすい手触りでっていうところなんですけど、どっちもキャッシュレスの方がいいんですよね。そう、そうなんです。間違いもなくね。そうなんですよ。視覚障害者の方もお釣りのやり取りとかがないんで、うん、例えばタッチ決済とかした方が、まあ、そういった方にもフレンドリーな体験になると思うのでですね、ちょっとそこの説明は難しさがつきまとうかなとは思いますよね、うん。まあ、キャッシュレス決済特にデジタルウォレットなんかであってね、で音声読み上げもつけておけばね、視覚障害者の方でもね、例えばタッチ決済して340円であったら今 あの利用は340円でしたとかっていうのがさ、音声でこうイヤホンなんかで聞けるとさ、すごく便利だよね。もう現金だとさ、本当に分からないよね。そうですよね。確かに分かりにくい部分はあります。やっぱりキャッシュレスなんだけれども、まあまあいろいろ考えて日銀としては新紙幣に機能を盛り込んだ、表示を変えたということなんですね。はい。でじゃあまあもともとですね、この新紙幣なんで発行するのかっていうところ、おそらく皆さんちょっと疑問に思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、なぜ新紙幣を発行するのか、まあ、デザインを変えるのかというところですね。こちら実は財務省がホームページの中でもちゃんと説明をしておりまして、そちらの回答文を引用してあの記載をしているんですけれども、この中のうち重要なのは、まあ、一つ目、この赤字の偽造されたお金が出回らないようにすることという点なんですね。でもう一つは、まあ、先ほどもありましたけれども、目の不自由な方や外国人のためにもユニバーサルデザインの考え方を踏まえた紙幣デザインが世界の潮流であるというところですと、まあ、これらを踏まえて20年ぶりに開札することを決定したということなんですが、まあ、基本的には偽造されないため、不正利用防止のためっていうのが目的なんですよね。今までも偽造って多くあったの？日本であんまり偽造紙幣って聞かないよね。そうですね、はい、直近ですだるったお札であればあるほど偽造が難しくなってるので、うん、まあ、そこはそこまでないというか、今の紙幣がね、偽造が多いっていうので、はい、偽造されたお金が出回らないようにするっていうことで、はい、新紙幣っていうのは分かるけど、今でも十分偽造が少ないんじゃないの？日本で一番偽造が少ないと思ってるんだけど。そうですね、そこがまあかなり難しくなって、まあ、それがもう決定的に増えてしまって解決しなければならないっていうわけではなかったですよね。うん、はい、ね、なんか中国だと平気で ATM から偽造紙幣が出てくるっていうのはあるけど、はい、日本ってそんなの聞いたことないよね。そうですね、まあ、例えば、まあ、上海なんかだと我々も行った時に現金紙付き見ましたし、うん、私もプライベートで今年イタリアに行った時、ローマのザラで現金紙付きに、うん、外国人からもらったやつをレジの店員さんがガチャッとかけてた、うん、はい、まあ、そういうなんかこう一斉札が出回りやすかったり、そういう疑いがあるところであれば、なんかこう積極的に変えていくっていう理由が分かりますけどね、日本で必要なのかってのはちょっとね思いますよね。もっと違う目的があればいいんだけど、このためだけに費用相当かけてるんじゃない、これまた。そうですね、はい、やっぱり外国だとそういったリスクはありますよね。実際の事例とかあったりするんですかね、この偽札問題といいますか、偽造問題。うん、それはもう結構ね、例えばドル紙幣なんかも偽札っていうのがあるし、それからさっき言った中国の中国元なんかはね、もう偽札が 出回っているということなんだよね。日本の紙幣についての偽造っていうのはほぼないと見てるんで、ね、うん、そうですね、こと日本で言えばほぼないですよね、うん、まあ、というところでこちらの新紙幣の発行はですね、キャッシュレス推進と逆行するのか、こちらに関しまして我々 NCB の見解なんですけれども、